はい、何かっつーと話題にこと書かないバンダバーグなんですけれども、僕がもう4年前にこう叫んでます。バンダバーグの詐欺られた、とある場所へ詐欺られた、着きました、詐欺られた。でもその後も悪徳ファームにワーホリ勢たちがぼったくられるという事件が相次いでいます。でもまあそれとは別にまたちょっと炎上しとる話題がありまして、それはファームの求人広告に韓国人か日本人か台湾人しか雇いませんよって書かれとったってことね。これに人種差別だと怒り狂う人たちが続出したわけですよ。まあもうその投稿っていうのは削除されとって、投稿した人も誤解を招くような書き方してすいませんって謝っとっちゃけど、まあでもしっかりとね、オージーとヨーロピアンは募集してませんって書かれとるわけで、そんなん誤解で済むかっていう風な感じで炎上しとんよ。まあでもふざけんじゃねえ、人種差別だってね、憤慨する気持ちもわかるけど、でも今回俺が感じたのはそこじゃないと。問題はじゃあなんでアジア人だけを雇おうとしとるんかってところが一番の問題なわけですよ。差別とかじゃないよこれ。実は差別ってのは、俺たちアジア人は同志だぜ、他の白人たちはよそもんだから雇わないぜ、イエーイみたいなのが差別なわけよ。で今回のは全然そんなんじゃないんよ。そもそもの悪徳ファームのね、経営手法がクソすぎるわけよね。そこが問題なわけよ。アジア人は奴隷のように働くのに慣れとうけん、セカンドちらつかしゃ文句も言わずに働くんよ。か文句を言ったとしても辞めたりとかね、訴えたりとかはせんと、扱いやすいんよ、楽勝なんよ。下手にオージーとか雇ってね、ガバメントにリークされても困るわけなんですよ。それでアジア人だけを雇っとんよね。俺ん時もそうやった。アジア人たちは身内で文句言っとったとしても真面目に働くんよ。でもヨーロピアンとかはファークとか言ってね、仕事を途中で放棄して帰ったりとかしよったよね。やけん結局は俺のファームもアジア人ばっかりのファームでしたね。やけんがそもそものこのバンダバーグにはびこっとるね、悪徳ファーム経営、これを一掃せんことにはこういったことはねなくなりませんよ。そしてニュースでね、毎年のように同じようにね、ぼったくりファームっつってね取り上げられるのにまだ治ってないってことは、これからも多分治りはせんね。なんでみんなもバンダバーグでねファームジョブするときはくれぐれも気をつけてくださいね。チャオン。